はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、もうそろそろね、甘いもの会が足りないんじゃないかと思って、今日は甘いもの大量に買ってまいりました。で、今回買ってきたのがビアードパパ、めっちゃ買ってきたんですよ。今回は20個買ってきた。期間限定のも含めて4種類ほどあったので5個ずつ買ってまいりました。ちょっと甘いもんだけだと飽きちゃうかもしれないんで、麺類とかコーヒーなんかも買ってきたので、そちらと一緒に食べていきたいと思います。それでは準備。はい、ってことで今こんな感じで全て並べ終わりました。本日のラインナップはこちらでございます。この4種ね、もうね、めっちゃ甘い匂いがお部屋に充満してるで、今回買ってきた商品がクッキーシュー、パイシュークリーム、ブルーベリーチーズケーキシュー、恐竜のガリガリ卵シューの4種類となっております。こういうね、スイーツの名前覚えるのはおじさん苦手でございますもう早速ね、食べていきましょうかね。いただきます。じゃ、まずこの通常のパイシューから。パイシューはね、こんな感じ。よいしょ。パイもね、かなり持った感じ、サクサクな質感。よし、いただきます。うまい。うん、甘いのうまいな。クッキーシューがあるからパイの方はしっとりかと思ったらこんなザクザクしてるんだ。え、クッキーどんだけザクザクしてんのこれ。クッキー、こう、クッキーじゃ。はい、クッキーシューでございます。うん、なるほどね、全然違うわ。上に乗ってんのザラメみたいな感じ。それがね、ザクザク言う。生地のサクサク感とはまた別物ですね。うん、あ、どっちもうまいな。いいね、シュークリーム。ちょっと期間限定、これブルーベリーチーズケーキ、こんな感じなんですよね。これだけ真っ黒。うん、これすいません、ちょっと噛んだところですいません。中のね、クリームが普通のクリームと違って、これ紫。ブルーベリー感がね、めっちゃある。酸味もあるし、食べやすい。うん。恐竜ガリガリ。恐竜の卵のやつだってね、これ。見た目はね、ほぼメロンパンみたいな。これ何でできてんだろう。うまいわ。うん、すっごいガリガリしてんだけど、なんだろうこれ、何でできてんだ。うめえ、全部うまいよ。全種類ね、シュークリームなんだけど、味わいっていうかいい部分がね、全部違う。このクッキーも恐竜もザクザクではあるんだけど、ザクザクのね、食感が違うというか、こっちはね、メロンパンとか、そんな感じ。で、クッキーシューの方は、ザラメとかね、そんなようなザクザクな食感なんですよね。ビアードパパ、うま。うん。ちょっとコーヒーな、もうコーヒー。口の中がめちゃめちゃ激甘になるんで、今日はね、ブラックコーヒーを用意いたしました。それでは乾杯と。あ、苦いのうまいやっぱこれシュークリームとか、まあ、牛乳も合うと思うんですけど、コーヒーの方がいいね、個人的には。うまい。で、今日ね、嫁さんにもこのシュークリーム買ってきたんですけど、嫁さんのラインナップはクッキーとブルーベリーだったんですよ。甘いのと酸味があるの、これ絶対ベストチョイス。
後で食べるって言ってたけど、喜んでくれるといいな。だんだん口の中が甘さの支配率が急に上がってきた。ちょっと麺食べよう。これセブンイレブンさんで売ってたね、富田さんの冷やしのつけ麺。今日ね、つけ汁と麺こんな感じ。まず麺とつけ汁と、でこちらにね具材が結構乗ってんの。これ味玉にチャーシュー、ネギ、柚子とメンマもいた。メンマちょっと麺だけ食べてと。うん、しっかりと全粒粉感はあるんだ。うまそうこれ。あーい、めっちゃうまそうなんだけど。よいしょ。やっぱ冷やしだと香りって弱まるんですけど、魚粉のね香りがしっかりする。うん、最近コンビニのこういうラーメンって有名店が監修してるのって結構あるじゃないですか。やっぱみんなね美味しいし、いい時代になりましたよね、ほんと。やった。うん、でもやっぱりねお店の方が美味しいから、ここで一旦満足しても翌日にねお店行きたいなって思っちゃって、結局ね行っちゃうっていう。ちょっとラストの味玉で。うん、うん、味玉トロトロだ。うめえ。うん、すぐ完食しちゃった。でもマジで最近のコンビニの麺ってすごいね。全粒粉の麺って普通ね、その小麦自体の粒がね大きいから、茹でた後にまあボソボソになりやすかったりブチブチ消えたりするんだけど、茹で置きの麺なのにちゃんとうまい、ちゃんと麺になってる。いやもう最近の技術ってすごいね、コンビニすごい。シュークリーム戻ります。でもそういえばホームページとか見たら、ビアートパパさんのメニュー数ってすごいんですね。まあ、もちろん店舗によって違かったりとか、デフォルトのメニューはそんなに多くはないんですけど、で、今日7月の31日、7月の最終日に買いに行ったので、今日はこの限定だったんですけど、なんかね、8月からはタピオカのシュークリームとか、いろいろ出るらしくて、なんか毎月ね、コンスタントに限定を変えてるっぽいです。こんだけメニューあったら飽きないよ。まあ、僕みたいにこうやってね、一撃で全部買うみたいな人間でなければ。うん、今日この感じのペースだといつもと違ってね、甘さにやられる前に美味しいでちゃんと終われそう。まあでも今日も結構買ってますけど、意外にね全然やられてない。うん、カスタード自体も程よい甘みなんで、やっぱね、飽きが来にくい。うまい。うん。今、シュークリームの方は最後の一列になったんですけど、まだね、この麺類があるんで、これ先に食べましょうか。この商品ね、僕、高校生とかからなんかずっとあると思うんだよね。これなんか食ってた気がする。今日は炭火焼きチキンのパスタサラダを購入いたしました。ドレッシングみたいなのかけて、学生の頃は僕もね、もちろんそのがっつり系がやっぱ若いんで好きだったんですけど、スタバ飲むのがおしゃれみたいな延長線上の感覚で、そんな食いたくないけどこういうのを食べてた。でもそしたらこういうねさっぱりとしたメニューが好きになってきて、だんだんね好むようになって食べてきたんですけど、どうなんだろう、あれ以来全然食ってないから味変わってんのかな。うん、相変わらずうまいね。このパスタサラダとシャキシャキレタスサンド、これのねコンビが最強。あと学生の頃はそこに紙パックのリプトン、これ多分同年代ぐらいの人は分かってくれると思うんだよな。
よし、そしたらパスタサラダ完食でございます。よし、それでは最後の一列いっちゃいましょう。最後はね、このレギュラーの2種残しておきました。両方が最後はやっぱいいよね。そしたらこれラストのシュークリームですね。はあ、大満足。ごちそうさまでした。はい、ということで、ただいまね、ビアードパパのシュークリームすべて食べ終わりました。期間限定のメニューもすごく多いみたいなので、ラインナップ自体も飽きが来ないですし、またね、改めて買いに行こうと思いました。ぜひね、お近くにある方は、ビアードパパ買ってね、今日の夜、デザートにでも食べてみてください。はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあねー。